水原一平容疑者は銀行詐欺で訴追された。大谷翔平は3月20日に銀行口座から金が引き出されたことを知り、水原容疑者に問い詰めた。水原容疑者は借金の肩代わりを懇願したが、大家は拒否した。捜査の結果、水原容疑者は賭博債務を返済するため、大家の口座から1600万ドル以上を不正送金した疑いがある。大谷は被害者であり、関与を示す証拠はない。筒香嘉智が DeNA に復帰決定。複数年契約で合意し、条件面を詰めている。DeNA は筒香獲得に情熱を示し、彼の横浜への愛着が決め手に。巨人からも獲得オファーがあったが、DeNA の誠意に心打たれた。DeNA は筒香の左翼手獲得で、本塁打像と優勝を目指す。藤田ニコルがインスタでモデル仲間のみちょぱとの険悪な2ショットを公開、仲悪いよと綴るもハートマークで仲の良さをアピール。2人は13日の TGC 熊本に出演した。静岡県知事、川勝平太氏の辞意表明を受け、細川ガラシャの子孫である政治ジャーナリストの細川隆三氏が激怒。川勝氏がガラシャの時世の句を引用したことを勘違い甚だしいと批判し、ガラシャへの無礼と糾弾。細川氏は川勝氏の辞め方は美しくない。失言をきっかけにしただけと非難し、細川家を代表して怒ってますと語った。